ていらっしゃるニットをご紹介いただきたいんですけども、はい、商品名と品番をお願いします。はい、商品名が手編みクロシェコットンカーディガンきなり M になります。品番が212016。はい、はい、ありがとうございます。こちらの商品の特徴はどういったところですかね。そうですね、これが全部コットン製の、手編みでお作りしているカーディガンになります。ハンドメイド手編みなんですね。はい、なのでこのコットンの柄が立体的でふんわりした質感になってますね。はい、他にも特徴ありますか。そうですね、あとはここのボタンが、はい、貝のボタンを使ってますね。はい、自然のもので作られている。はい、はいはい、後ろの方もちょっと、はい、の回ってみたいと思います。じゃあ回りましょうか。いただいてもいいですか。はい、すみません、あ、もう規則的に柄が続いていますね。はい、はい、着丈とかはどうですかね。そうですね、はい、着丈がちょうど腰ぐらいになってますね。うん、はい、私が身長がちょっと大きいので、うん、少し短めですけど、まあ、腰ぐらいまでは来るかなっていう感じです。で、袖丈が七分袖ぐらい の、 袖になるので、はい、まあ、初夏ぐらいまでは着やすいかなっていうのと、冷房よけにも使っていただけると思います。そうですね、はい、軽やかに透け感があるので、はい、着こなしていただけるかなと思います。こちらはサイズ展開とか色展開ありますか。サイズ展開、色展開はワンサイズのみで、このきなり一色のみになります。はい、では続きまして、プリント柄がすごい可愛いんですけれども、ワンピースのご紹介をしていただきます。こちらの商品名と品番お願いします。はい、オーガニックコットンフラワー柄 V ネックワンピースライトブルー系、品番が212044になります。はい、はい、こちらデザインすごい可愛いんですけれども、はい、どういったところが特徴ですかね。そうですね、ここの胸の下に切り返しがあってギャザーが入っているので、はい、よりふんわりとした、うん、ゆったりしたシルエットで着ていただけま す、うん、そうですね、首元が V ネックですっきりとしているのと、なかなかプリントされているので透けにくくて軽く着ていただけると思います。着てらっしゃるのは、サイズは L ですかね。はい、L サイズです。はい、で M サイズと L サイズのご展開です。はい、はい、すみません、身長170くらいでしたっけ。はい、170センチで L サイズを着用してます。はい、結構しっかり着丈ありますね。そうですね、ここまであると本当に1枚でも着やすいかなと思います。はい、後ろの方も見たいので回っていただけますか。はい、あ、後ろまでしっかり切り替えギャザーがありますね。半袖の丈に関しては、はい、もう長すぎず短すぎずちょうどいい。そうですね、ちょうど肩が隠れるので、うん、本当に着やすい丈ですね。はい、でこちら同じ、デザインですね。で、アイテム違いがあるということで、こちらの商品名と品番をお願いできますでしょうか。はい、商品名がオーガニックコットンフラワー柄フレアトップライトブルー系になります。はい、品番が212042で、サイズが M、L の2サイズになります。はい、こちらは、お袖がちょっとこうフレンチになってるんですかね。そうですね、フレンチスリーブで、肩の切り替えはなくてすっきりと軽く着ていただけるシルエットになってます。あとさりげなくこう腰回りがフレアに少し広がるような感じなので、はい、腰回りもカバーしてくれます。スッキリしたパンツとかワイドパンツとかも合いそうですね。はい、そうですね、おすすめです。続いて同じ柄でですね、スカートのご展開なんですね。こちらの商品名と品番お願いします。はい、商品名がオーガニックコットンフラワー柄マーメイドスカートライトブルー系です。品番が212046になります。はい、こちらマーメイドなのでシルエットが特徴ですかね。はい、そうですね、これも腰回りはすっきりとしてるんですけれども、うん、裾に向かって、少しフレアが広がるような、ラインになってます。はい、広がる、そうです、広がる感じですね。はい、なので腰回りはすっきりしてるので、着た時がすごいすっきりして、痩せて見えます。着痩せ効果が、はい、あります。ストンとした感じと、はい、一つ広がるひらひらという感じがするんですね。はいはい、ウエストは全部ゴムですかね。ウエストゴムでワンサイズの M サイズになります。あ、ありました。これはちなみにポケットはありますか。ポケットあります、こちら側についてますね。
はい、こちら商品名と、品番お願いします。はい、商品名がオーガニックコットン天竺ミドル丈カーディガン、こちらがグリーン系になります。はい、品番が212032です。はい、こちらの、カーディガンなんですけれども、まあ、素材ですとか商品の特徴をお願いします。はい、素材はオーガニックコットンの薄手の天竺の生地になります。で、今前開けてるんですけど、締めると V ネックに首元がなってすっきりと着ていただけます。で、横にスリットが入ってるので、はい、パンツとかと合わせた時とかスカート合わせた時も中から色を見せたりとか形見せていただけるようになってます。ポケットももちろん両方にあります。はい、こちらはお色とサイズの展開がありますか？はい、サイズが M、L の2サイズになりまして、色味があと黒とグリーンと2色になります。2色ですね。はい、あ、閉じるとこういう感じの、はい、綺麗な V の V ネックのラインになるということですね。はい、袖は長袖で、長袖になります。はい、ました。はい、続いてこちらのワンピースご紹介いただきます。商品名と品番お願いします。はい、商品名がテオリーオーガニックコットンシャンブレーストライプワンピースブルー系になります。はい、品番が212127。はい、こちらは特徴はどういったところですかね？はい、これが全部手織りでお作りしている生地っていうことが一番の特徴で、さらに糸がオーガニックコットンで手織りしてます。はい、で、白とブルーの織り地があって手織りなのですごく風通しがいいですね。そうなんですね。はい、で、首元 V ネックですっきりしてるのと、はい、袖もこうちょっと広がるような感じで、はい、肘上まであります。あとはここの生地の切り返しがちょうど表情がありますね。はい、縦はこうまっすぐなんですけど、横のところがちょっと動きが斜めに出るような風になっていて、はい、こう動きがすごくありますね。表情がすごくありますね。はい、あとポケットも両方についてます。はい、こちらのウエストにリボンを今つけていらっしゃるんですけども、はいはい、これは取り外し可能なんですかね？はい、これは特にループもないので好きなところで好きな結び方をこうしていただくことが可能で、はい、まあ、後ろをこう持ってきて後ろで結んだりもできますし、はい、取り外して、はい、声ラインのワンピースとして着ていただくこともできます。はい、よりこうちょっと広がるシルエットが生きる感じですね。そうですね、はい、たっぷりめに着ていただけると思います。はい、あと最後にこの後ろのところなんですけども、はい、かぶりのタイプでボタンがついてるので、はい、そうですね、ここで、はい、はい、しやすいです。はい、ループのボタンになってますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、でこちらなんですけども、サイズや色の展開はありますか？はい、サイズが M、L の2サイズで、色はこちらの1色のみになります。はい、わかりました。はい、続いてですね、こちらのワンピースですね、商品名と品番をお願いします。はい、オーガニックコットン異素材ミックスギャザーワンピースのネイビーです。で、品番が212097です。はい、こちらは切り替えがあるワンピースということで、はい、特徴とか教えていただきたいんですけれども、はい、カットソーの部分と、はい、布白の部分、織りの部分がミックスされたワンピースになります。はい、表情が違う生地を組み合わせているところですね。そうですね、織りの部分は少し張りがあって、はい、きちんと感も出るかなと思います。なるほど。157cmで着ていただいていて、はい、丈はこう長めですね。そうですね、はい、しっかりと足元隠れる足首、はい、かなと思います。で、ポケットもありますので、はい、本当にワンピースとしては万能な、気負いせず着られる感じですね。そうですね、はい、お袖はこれは5分くらいですかね。はい、肘は隠れるけど手首はしっかり見えるっていう感じですね。そうですね、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、でこちらと色とサイズ展開を教えていただけますか？はい、ネイビー1色で ML の2サイズ展開になります。はい、わかりました。でこちらの切り替えのワンピースなんですけれども、
トップスの形もあるということで、商品名と品番をお願いします。はい、こちらも異素材ミックスのトップスネイビー M サイズになります。はい、商品番号が212095です。はい、こちらは半袖で、はい、ワンピース同様に切り替えが、そうですね、はい、こちらも上はジャージで下は不白になっております。はい、後ろが長いのでお尻まで隠れる、はい、あ、お尻まで隠れる、はい、そうですね、はい、カジュアルにも着こなせるかと思います。こちらは、サイズはありますか。はい、サイズ ML の2サイズ展開になります。はい、ありがとうございます。はい、あとですね、こちらのワンピースに合わせても素敵だと思うんですけども、ストールがあるということで、商品名と品番をお願いします。はい、こちらがテオリコットンのハンドペイントスクエアストールブルーになります。はい、商品番号が212013です。すごい透け感のある、はい、はい、春らしい軽やかなストールだと思います。はい、大判ですね、すごく大きいですね。はい、そうなんです、はい、スクエアですので、はい、あの三角折りにすればとても長さも変わりますし、はい、そのまま肩から羽織ることもできます、はいはい、ちょっとつけてみていただいて、はい、こんな感じですね。はい、はい、透け感ありますのでお洋服の表情も出ますし、こんな感じでも見ていただけると思います。はい、はい、こちらなんですけれども他にお色はありますか。はい、色展開は、こちら1色のみになりますが、はい、同じハンドペイントシリーズでもう一つございます。はい、はい、そちらもご紹介お願いします。はい、こちらに、はい、ちょっと明るい色が、はい、レモンの柄ですかね。ミモザの柄ですね、はいはい、こちらの商品名が、はい、テオリコットンハンドペイントストールイエローになります。はい、こちらは形が長方形になります。ピンクも色があるんですね。そうですね、はいはい、春らしいパステルカラーになっております。こちらもシンプルなお洋服に巻くだけで、はい、とても首元華やかになります。はい、はい、カードがパッと明るくなるような、そうですね、はい、これが使い方ですね。続いてのアイテムですね、こちらトップブラウスですかね、ご紹介いただきたいです。はい、商品名と品番お願いします。はい、テオリコットンヘンプ襟付き半袖ブラウスベージュの M サイズになります。はい、と品番が212014です。はい、すごい可愛らしいエレガントな印象もあるんですけれども、はいはい、特徴はどういったところですかね。そうですね、コットンヘンプなので、うん、綿とヘンプ麻が混ざった素材になっていて、すごく涼しいけれど、はい、ゴワゴワしすぎない、うん、綿の柔らかさがあるようなミックスした生地になっています。すごく湿気が多い時期、梅雨とかも通気性がいいので気持ちよく着られる素材だと思います。はい、素材も春夏向けですし、はい、あとなんていうのこの襟が可愛いですね。ここがポイントで、はい、後ろもですね、こういった形で、はい、はい、後ろ姿も可愛いですし、はい、シンプルなので何でも、はい、例えばストールとか巻いたり、はい、アクセサリーとか合わせてもまた印象も変わるので、はい、コーディネートいろいろ変化がつけられるトップスかなと思います。着丈はどのぐらいですかね。そうですね、はい、ちょっと今私がインして着ているんですけれども、インして着て楽しめますし、そうですね、はい、出すとちょっとこうお尻にかかるぐらいの丈感なので、はい、出して着ていただいても可愛いと思います。そうですね、ちょっとリラックスした感じも出て、はいはい、両方楽しめますね。はい、でこちらのアイテムなんですけれども、はい、サイズと色展開ありますか。はい、ML の2サイズ展開で色はベージュ1色になります。はい、こちらのお色ですね。はい、はい、ナチュラルな感じになります。はい、では続いてパンツをご紹介いただくんですけれども、こちら商品名と品番をお願いします。はい、オーガニックコットンストレッチジョガーパンツのブラック M になります。こちらはオーガニックコットン
であり、はい、ストレッチ素材ということなんですね。はい、あのストレッチが入ってるのですごく伸縮性があって、はい、あの履き心地がいいですね。で生地もあの薄手なので、はい、ちょっとしたヨガだったりとか、はい、あのストレッチとかしたりするときにも運動にも使いやすいようなパンツだと思います。下がこんな感じでちょっとすぼまってるのでそこもポイントになってます。ゆるっと入っていただけると思います。はい、今ポッケ入れていただいたんですけど、はい、ポッケがこちらにポッケも入っています。ウエスト部分はゴムですね。はい、ウエストゴムなのですごく、はい、あの楽チンに入っていただけます。でこの足回りもゆったりしているので、はい、はい、もう一つ、はいはい、もう一つがパソコン着ていただいて、はい、オーガニックコットンストレッチリラックスパンツのブラック M ですね。はい、こちらは特徴は、はいはい、こちらもあのストレッチ素材同じように使っていて、あの私が履いてるものよりもうちょっとすっきり、うん、あの下の方がしてるので、はい、シルエットはあのだいぶ違って見えるかなと。素材は一緒のものなんですかね。そうですね、あのストレッチが入っているので、うん、こちらもあの伸縮性があって、はい、すごい動きやすいですね。はい、動きやすいと思います。こちらはあの裾はあのキュッとこうゴムが入っているタイプではなくて、はいはい、シュッとこうなっているような感じですね。はい、身長157でしたっけ。はい、はい、きたあの履いた感じはこういう、はい、Mサイズ。ちょっと足首にたまる感じで、これもまたちょっとあの着こなしというかアクセントが印象になるのかなと思います。はい、あとあの、サイズ展開と色はありますか。はい、ブラック、どちらもブラックのみで ML 展開になっております。はい、今着用いただいているのは2つとも M サイズですね。M サイズです。はい、わかりました。ありがとうございます。では続いてお花がすごい可愛らしいんですけれども、ミモザ柄、ミモザのセットバッグですね。ですね、はい、こちらはまずバッグのご紹介からお願いしたいんですけれども、はい、商品名と品番をお願いします。はい、こちらが手刺繍バッグミモザきなり系になります。はい、品番が213020です。手刺繍ということで、そうなんです、手刺繍なんですね。はい、こちらがあの一つ一つ手刺繍で施されたミモザ柄になってます。あのとても小ぶりなミモザ柄なのでさりげなく持っていただけるかなと思います。これはあの表側で、裏側はどうなってますか。裏もこういった感じで、はい、刺繍が入っていて、これ今あのスクエアみたいな形になっているんですけれども、うん、2ウェイなので、はい、あのなんかこちら、はい、ボタンがついていて、こうつけたり外したりできるんですけれども、これを外すとワイドな形になるので、あ、はいはい、ちょっとまた形を変えて、そうですね、はい、使うことができます。ちょっとコンパクトにしたり、たっぷり使いたいときは、はい、外して使うことができます。マチがあって結構量も入りそうですね。そうですね、たっぷり量も入りますし、内側に内ポケットもついているので、はい、小物を入れるときはここに入れていただくこともできます。色が春っぽい柔らかい明るい色で、はい、持ってるあの重さも軽いですね。そうですね、すごく軽いので持ちやすいです、はい、こちらはお色はこの1色だけになるんですかね。はい、こちらのきなりのみになります。はい、わかりました。では続いてお花がすごい可愛らしいんですけれども、ミモザ柄、ミモザのバッグですね。はい、こちらはまずバッグのご紹介からお願いしたいんですけれども、はい、商品名と品番をお願いします。はい、こちらが手刺繍バッグミモザきなり系になります。はい、品番が213020です。これ手刺繍ということで、そうなんです、手刺繍なんですね。はい、こちらがあの一つ一つ、手刺繍で施されたミモザ柄になってます。あのとても小ぶりなミモザ柄なのでさりげなく持っていただけるかなと思います。これはあの表側で、裏側はどうなってますか。
裏もこういった感じで、はい、刺繍が入っていて、はい、これ今あのスクエアみたいな形になっているんですけれども、うん、2ウェイなので、はい、あの中こちら、はい、よいしょ、ボタンがついていて、はい、こう、うんうん、つけたり外したりできるんですけれども、はい、これを外すとワイドな形になるので、あ、はいはい、ちょっとまた形を変えて、そうですね、はい、使うことができます。ちょっとコンパクトにしたり、たっぷり使いたいときは、はい、外して使うことができます。ちょっと街があって結構量も入りそうですね。そうですね、たっぷり量も入りますし、うん、内側に内ポケットもついてるので、はい、小物入れるときはここに入れていただくこともできます。色が春っぽい柔らかい明るい色で、はい、ホテル重さも軽いですね。そうですね、すごく軽い、はい。では続いて、同じくミモザのシリーズですね、はい、こちらの商品名と品番をお願いします。はい、ティッシュサコッシュミモザきなり系で品番が21302になります。はい、こちらも同じようにティッシュのミモザが入れられていて、はい、これはファスナーがちょっと見えるんですけど、どういった仕様になってますか。はい、こちらがあのボタンがついていて、中にファスナーがついているんですけれども、はい、あのお財布みたいに使っていただくこともできますし、はい、これだけでカードとお金と入れて、はい、ちょっとしたお出かけの時に使っていただけるような便利なサコッシュになっています。スマートフォンとかも、そうですね、スマホもちょうどここに入るような、あの縦の長さがあるものになっているので、うん、ポケットもたくさんあって、横にファスナーもついていて、機能性もちゃんとついているサコッシュになります。この紐の部分はこの表のベージュの生地と同じ、はい、同じですね、はいはい、長さはちょうどお尻にくるぐらいの長さになってます。はい、ありがとうございます。はい、で3つ目ですね、こちらミモザの刺繍に施されたポーチですかね。はい、はい、商品名と品番お願いします。はい、手刺繍ポーチミモザきなり系で品番が213024になります。はい、こちらは比較的深さも高さがあるポーチなんですけれども、どういった仕様のものになってますか。はい、こちらがあのマチがしっかりあるポーチになりまして、ファスナー開けていただくと中はきなりの生地で、内ポケットもついています。丁寧な作りですね。そうですね、こちらあのちょうどメイクポーチとかに使ったりするのにもちょうどいい大きさかなと思います。はい、でタッセルの、この黄色いタッセルが明るくてワンポイントになってます。はい、結構あの2つついてるので、はい、ボリュームが、はい、そうですね、アクセントになってて可愛いですね。はい、ありがとうございます。はい、